はい、今日のハイヘイガロ TV は福山雅治バルーン、湯川学先生バルーンが今大阪の道頓堀にありますので、それを見に行きましょう。大阪の道頓堀川、恵比寿橋、通称引っ掛け橋のグリコの看板のところに、ガリレオ史上最高傑作沈黙のパレードの宣伝として福山雅治バルーンが登場したんです。ガリレオというのは福山雅治さんが演じる主役の天才物理学者湯川学先生が、柴崎コウ演じる宇都宮薫刑事に頼まれて、科学的側面から事件を解決していくという、やっぱりヒロインはあれですね、宇都宮薫じゃないと、柴崎コウじゃないと閉まらないなと僕なんか思うんですけど、個人的にね。実に面白い。ちょっとなんか太って見えますかね。なんかめっちゃ引っ掛け橋の下でなんか歌ってますよ、ね、何でしょう、何でしょう、実に面白い。ちょっとせっかくですから、そばの方に、向こう岸の方に渡ってみましょう。今回の沈黙のパレードは、行方不明になっていた女子学生の遺体が発見されました。でも完全にこいつは容疑者やろなという方が黙秘していて、無罪放免されるわけですね。そして、帰ってくるわけなんですけども、ある日突然、殺された、誰が犯人なんでしょうという話なんですけども、大体わかりますよね。しかしアリバイがありますと、どうやってアリバイを崩すか、そもそも事件の真相は何なのかみたいなところが、このガリレオの見どころではないでしょうか。結構でかいんですね、福山雅治バルーン。そして、この沈黙のパレードのために書き下ろされたという、コープラス、福山雅治さんが書いて、柴咲コウさんが歌うというコープラスの、楽曲一つ星、これがね、もう本当にこの映画のために作ったこの曲、本当に、聴いてるだけで涙が出てくるような、そんな曲です。この福山雅治サンバルーン、2022年の9月27日まで設置ということでして、もう今はないんですけども、ガリレオ史上最高傑作、ガリレオ沈黙のパレード、私まだ見ておりませんけども、本当に、見るのは楽しみな、本当に素晴らしい映画だと思います。今日はガリレオ湯川学先生のバルーンが大阪の道頓堀川に、登場したという、そんな、太平ガロー TV をお送りしました。